次いきます。光明が小学生の時、アブダクションされて、リトルグレイにチップを埋め込まれた話です。札幌の丘珠の燃えれ沼に、燃えれ沼公園に燃えれ沼があり、近くに丘珠小学校がある。光明がこの小学校に通っていた頃、マラソン大会で燃えれ沼の辺りを走っていた。その時上空に UFO が現れ、先生も子供も一遍にさらわれた。これは世界中で起こっている宇宙人による誘拐であり、アブダクションと言われるものである。気がついた時は全員元の位置にいたが、光明ともう一人の女の子以外はみんな UFO が現れた記憶が消えていた。しかしやがて女の子もその後女の子も忘れていった。その後光明が怪我をして入院した時の検査で、頭の中や脇腹にチップが埋め込まれていることが分かった。医師は脇腹のチップを取り除いた。頭のチップはそれから数十年後、宇宙と交信する能力の封印が解かれた50歳の頃、カラオケボックスで支払いをしている時、突如として頭に激痛が走り、目から2つのチップが出てきて目の前で爆発して消えた。受付の女性はその光景を見て驚いたが、すぐにその出来事を忘れていたという。子供たちを誘拐した宇宙人は昔から人間の支配層と密約し、人間の支配を目論むリトルグレイであり、リトルグレイは巨人族の脳とつながったマザーコンピューターの指令で動いており、このアブダクションでは将来光の民のメッセージを受けて人々を導く子供がこの中にいることを突き止めたが特定できなかったことから、全員を誘拐してチップを埋め込んだと考えられる。いずれにしてもやつらはチップを埋め込んで情報を得てその人の精神を操ることが目的であるので良いことではない。これね、そう、まあ、名前が出て来てしまったんですよね、岡田小学校ってね、はい、うん、そのまあその後輩と先輩だったと。でそこでまあ最初オレンジ色の光が見えた時にヘリコプターの反射だと思って、みんなマラソン大会走った時に、真上に来た時にオレンジ色の UFO だってことを分かったんですよ。ああ、でかかった、でかいでかい。あ、 そっから光が出たと思ったら、もう一瞬人は分かんなくなって、気がついた頃には屋上の方にみんな降ろされたと。で先生もあの他の人もあの友達もみんなぼーっとしてるんですよね。でいきなり、ああ皆さんなんで屋上にいないで、あの授業に戻りますって、何事もなかった。マラソン大会だったらね、走ってたわけでしょ。そう、うん、でマラソン大会やったことも忘れて、でほとんどね、いろいろなあの海外の事例とかね読んでみると、ほとんど記憶消されてる、短期記憶完璧に消されて、ただ若干なんかこうトラウマのように残ってるぐらい、ほとんどは消えてるね。だから気づかない人結構多いよ、実際アブダクションされてもね、だから一緒に覚えてた女の子もね、3日ぐらいまでは覚えたけど、その後だんだん記憶薄れて、何のこと言ってんのっていうの変わっていっちゃって、それからね、あまり言ってもあれだと思ったから黙ってたんですけど ね、その時にチップは埋められてたんでしょうね、気がつかない、交通事故を取り除いて、で実はその、資格を受けた時もまた後頭部のところにもう一個植え付けられて、その時は凄まじい痛かったですよね。だって多分ね、あれ頭蓋骨の中の脳のある部分にくっついてるから、多分結果的に取れないよ、だから多分外に出されて破壊されたと思うんだよね。だからあの時ね、空見た時初めてね、宇宙戦争っていうのこういうもんなのかっていうのを目の前で見たっていうか、UFO が2つあって、で星が降りてきてそれを攻撃してしまう、キューンとこう消えていくんですよ、撃たれた方が。で一機が逃げて、でもう一機が監視してたのか、三角の UFO がついてた。それはまた危ない人とは別の、そう多分そうだと、それも巻き添え食っちゃって落ちてたんですよと。それ次の日のニュースで三沢基地総長督のヘリコプターの2人だか3人が
墜落して死にましたっていうのが入ってたんだけど、入ったじゃない。その時と以降の同じ日なんですよ。言ってたね、そういうことができるんだと。だから地震とかもあるじゃないですか、あれもね、その宇宙戦争の名残なんではないかと。だって地震があったで、うちの北海道の大地震やった時に、道の駅に泊めた時に写真撮ったんですよ、なんか、そしたら3機の UFO がヒャンヒャン逃げてる。後ろからちょっと形ちょっとおかしい UFO が爆走でついてって撃墜してるんですよ。それは形のおかしいのは光のための多分そうだってます。飛行体でしょ、全然速さも違うし、あっという間に追いついて撃沈したのを映ってるんですよね。まあ、そういうのね、可能性大だな。まあ、この間の福島で起きた震度5かなの地震あったんですよ、ちょっと前。あれもね、ひょっとしたら和人のリトルレーダーの何の攻撃かもしれない。可能性かなり高い。だって3つの相馬神社があそこじゃないですか。そうですよね、考えられてますよね。だから光と民とのそういう駆け引きっていうか、そういう何かがあるんだよね。自分の我々が見えない世界でもう始まってるのかもしれない。人間はもう知らないけど人質にされてるわけ。そうですね、そう、それも材料にされてる。そうですよね、ただね、自分がちょっと光の民って慕ってるっていうか、そういうふうに考えるっていうのはね、こうなんていうのか、限りなくね、こう優しいっていうか、自分がちょっとはしかになったんですよね。いつだっけ？もう4年、うん？4年ぐらい前ですよね。おっさんじゃん。そう。で1週間ぐらいもう動けなくてね、高熱で。大人のはしかはきついよ。そう。もうだから子供ができない体になったんじゃないかなと思って、悩んでますけどね、俺ね。だけどそれぐらいすごかったですよ、熱40、39度がちょっと。大人の端っこなんか下手すりゃやばい、かなりやばいです。そうだから1週間ぐらい動けなくて、で美容院行くか行かないかって、ま、もう動けないから水飲むのやっとたんですよ。ああ、そうだよ。その時にわーっとドア開けて、座って、いやー、このまま死ぬんだろうかと思った瞬間に、頭すれすれに、真っ白い袋。あ、一回 YouTube でやってたんだよ。そう道の駅でしょ、真っ白い袋が頭すれすれと降りてきて、看板の上に止まったんですよ。で、俺ね、カメラちょっと映り、あれだけどカメラ撮って、白っぽい感じ。そう、じーっと見て、こう体をこうやって揺すってんですよ、こうやってクククククククって、で、じーっと見てたんですよ。そしたら、ふーっとこう気がついたら、こうブツブツ消えて、熱もそこ。いっぺんにか。いっぺんに。それがあれじゃないのかな。治療効果っていうのは、薬品のようなやつも使うじゃない。いや、なんかそんな気がする。そんな感じする、ね。だからそういうもので、もう限りなくありがたい、俺、そう思ってるんですよね。その光のためは、まあ、助けてくれてるんだなって。まあ、やらなきゃならないこともあったんでしょうけど。そのために生かしてくれてるのかもしれないですけど、だからこそ俺は必死になってやってるのかもしれませんね。そういうことをね、人に何て言われようが、そうだと思います。